さまざまな病気から身を守り、健康的な生活を送るために必要な知識や治療法、予防方法を専門医から学ぶテレビ健康講座健やか健聞録。59回目は、胸部外科の大野隆さんに肺がんの薬物療法についてお聞きしました。先生、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。本日は、肺がんの薬物療法についてお話しさせていただきます。ではまず肺がんの治療についてお話しさせていただきます。肺がんと診断がついたら、まず、画像検査などで、がんの大きさ、リンパ節転移、全身転移などがないかを、評価して、進行度を評価します。現在の医学では手術が一番肺がんが治る可能性が高いので、手術可能な進行度であれば手術を行うことが原則です。今回のテーマであります肺がんの薬物治療は様々な進行度で使用されており、再発を防いだり長期間がんを抑えておくことが可能になってきています。手術可能な進行度とはどのくらいの状態のことを言うんでしょうか。手術可能な、進行度とは1期、2期、3A期の一部の方になります。それに、実際の患者さんの、全身状態とかを考えながら、治療を考えていきます。その薬物療法についてなんですが、どのような薬が使われているんですか。はい、今では、多くの薬が、使われるようになっています。特に2000年代に入ってから革新的なお薬が開発されていて、その肺がんの治療成績が向上してきております。その歴史についてこれから簡単に説明させていただきます。1970年代に細胞障害性抗がん剤、いわゆる抗がん剤が発明されました。後から説明しますが、強い副作用が問題となりました。そこで薬の作用について研究が重ねられ、副作用の少ない抗がん剤が開発されたり、吐き気などに対しての新しい吐き気止めが開発されたりしました。またがんの進行を抑えておける期間も少しずつ長くなってきました。2000年代になると分子標的治療薬が登場します。このお薬が効く患者さんは限られていますが、薬が長く効いて長い間がんの進行を抑えておける人もいます。最近ではノーベル賞を取りました免疫チェックポイント阻害薬、いわゆる免疫療法が使用できるようになっています。たくさんの薬があるんですね。ではこれらの薬をどのように選んでいるんですか。はい、肺がんの薬物療法についてどのようにして行われているのかお話したいと思います。がんについての研究が進んでいなかった時代には、患者さん個人に合わせた治療というのは難しく、平均的な患者向け、つまりどんな患者さんでも共通的な治療、第一選択薬が決まっている状況でした。しかしがんの研究が進み、いわゆるがん遺伝子が発見され、より効果的ながん治療法の開発が進んできました。現在では患者さん個人の遺伝素因、環境素因、ライフスタイルなどに合わせた個別治療を行うようになっています。年齢、内臓の機能を含めた体力、どのようなご病気を持っているか、がん遺伝子の発現状況などに合わせて患者さんそれぞれに一番合った治療方法を選択していく時代が来ています。ではそれぞれの薬の特徴などについて教えてください。はい、では代表的なお薬について順に説明させていただきます。まず細胞障害性抗がん剤、いわゆる抗がん剤について説明させていただきます。抗がん剤は正常細胞にもがん細胞にも作用します。がんが分裂増殖する過程に働きかけて、
がんの増殖を抑えるのですが、がん細胞だけではなく、腸の細胞や髪の毛を作る細胞、血液を作る細胞なども活発に分裂、増殖しているので、影響を受けやすく、さまざまな副作用が現れてきます。吐き気や食欲の低下、貧血や白血球が減って感染しやすくなること、内臓に障害を与えることなどが問題になります。吐き気止めや白血球を増やすお薬なども改良されていますが、続けることが難しくなったり、体力が奪われて寿命を縮めてしまうこともあります。次に、分子標的治療薬についてです。分子標的治療薬は、抗がん剤とは違って、がん細胞のみに作用するお薬です。誰でも使えるというわけではなく、分子異常がある人にだけ使えます。理論的には、がん細胞にのみ作用するので、副作用が少なくなることが期待されましたが、分子標的治療薬でも副作用が起こります。副作用で一番問題になるのが、肺に障害が起きて重症になることです。また、薬の種類によって頻度は異なりますが、皮膚の障害や胃腸の障害が起こることもあります。最後に、ノーベル賞を受賞しました免疫チェックポイント阻害薬について説明させていただきます。通常、がん細胞は人間の免疫細胞に攻撃されないようにブレーキをかけています。免疫チェックポイント阻害薬は、そのブレーキを解除して免疫細胞ががんに攻撃できるようにするお薬です。免疫チェックポイント阻害薬の問題点は、がん以外の場所でもブレーキを解除してしまい、正常細胞に攻撃をしてしまうことです。免疫関連有害事象といい、これまでの抗がん剤とは違った副作用が起こることが分かっています。免疫チェックポイント阻害薬は新しい作用のお薬で、治療成績の向上に貢献しています。最後に今日のまとめをお願いします。はい、肺がんの薬物療法は進歩し、さまざまな作用を持つお薬が開発され、手術不能進行肺がんや術後再発した場合でも長期予後が期待できるようになってきています。また患者さん一人一人に合わせた治療を行うことができるようになってきています。しかし最も重要なのは肺がんにならないように予防することです。肺がんになった場合でも早期に発見して早期に治療すること、手術できる段階で発見することが大切です。先生、今日はありがとうございました。ありがとうございました。